なあ、かわいこちゃん。注意事項と禁止事項を守って、トラブルがないようにやってほしいんだよ。絶対に他人には PSID、それからメールアドレス、パスワードを教えちゃダメなんだよ。というわけでですね、こんばんは、皆さん。このすべて無料のグリッチですね、さらに確実にするために手順を教えていきたいと思いますね。まずは PS4 2台で B の PS4 の操作から説明していきます。自由照準アシストという、照準に設定した方がいいですね。でオンラインを開始します。どちらの PS4 もセーブデータ、ストーリーのセーブデータをオンラインに入れる状態にしておく必要がありますね。 B の PS4 でオンライン招待限定セッションに入ったら、今所持金は1億ドルぐらいありますね。出現位置をランダム以外のものにして、どこかアパートやオフィスなどに設定しておきます。今回はね、オフィスにしてありますね。そしてここで、オフィスに設定されていることを確認したら、今度はスタイルの変更をします。スタイル変更すると画面の右下に金色のくるくるが出ますね。変更して数秒経つと画面右下に金色のくるくるが出ます。時々ね、これをね、見逃しちゃう時ありますね。今出てますけれども見逃しちゃう時があります。で、不安な人はここで、車両購入、例えばね、無料の LG RH8 などを購入すると確実に画面右下に金色のくるくるが出ますね。それをやって必ず、B の PS4 でオンラインの入っている状態、それからここにいる状態っていうのをセーブをかけますね。これをやることで、より確実に成功すると思います。無料のエレジを買い足すと画面の右下に金色のくるくるが出ますね。金色のくるくるが出ました。そして次は、この後クリエイターを押していきます。前回とは違う手順になりますから気をつけてくださいね。1週間前の手順とは違います。1週間前の手順はスタイルで外見変更でしたけど、あれは修正が入ってできなくなってますね。ここでクリエイター行ったらオプションを押して、ここでキャラクターの切り替えを押します。キャラクター切り替えの画面に行きますね。警察署みたいなところで写真を撮影するみたいな感じになってますけど、左にオンライン1のキャラクター、右側に2のキャラクターっていう感じでなってますね。今、使っている1のキャラクターに合っている状態になってますね。このまま、スティックとかは押さずにこのままにしてください。このまま触らずに待機をしますね。何も触らずに待機をします。次は A の PS4 で、ログインしますね。そうすると B の PS4 ではこういった画面が出て、ログアウトしましたと出ます。 A の PS4 で開始をしたら、 B の PS4 で開始をしたあの自由照準アシスト、同じ、照準に合わせます。これも一致させることで、読み込みが早くなるし失敗が減ると思います。それからね、自由照準にすると読み込みが早いっていうのもメリットがありますね。次は A の PS4 での操作画面でオンライン招待限定セッションに入ったら、自分の予算以内で買えるものを買っていきます。今は1億ドルありますけれども、別にね、これ無理して1億ドルの買い物をする必要はないですね。例えばね、デラックスを数台、2、3台でもいいと思います。失敗したら、怖いなっていうのをね、ちゃんとね、リスクがありますので、少しずつ成功したら、大きく買い物するとかしてもいいと思いますね。まあ、今回は、まあ、分かりやすいかなと思うので1億ドルの所持金から、例えばね、デラックスを、まあ、一番ね、高額で売りやすい車ですね、割引がかかってなければね、20台購入してみます。するとね、大体8000万ドルぐらい使いますね。かなり、お金減りますけれども、
まあ保険としてね、車両をね、財産っていうのをね、手に入れることができますね、成功すればね。で、20台を購入したら2分後にこの車両が届きますから、これで、買ったところのガレージにちょっと移動してみますね。分かりやすいようにオフィスガレージに買いました。ここで全部が届くのをちゃんと確認してください。1階、2階、3階に全部買ったので、全部で20台8000万ドルぐらいかかりましたね。この新しいクリエイターのキャラクター切り替え画面の手順は2月16日に、前回の手順が修正入った後の回避方法なので、まだこれは新しい状態なので、今後もできる可能性があります。全部が届いたら、ここでまたスタイルの変更を押します。スタイル変更して画面右下に金色のくるくるを出してくださいね。スタイル変更、画面に右下に金色くるくるを出します。画面の右下に金色くるくるが出ない場合は、まあここでね、無料の LH-RH8 とかを買ってもいいかなと思いますね。金色くるくるが出したら、もう一回ね、さらに下十字キーをしながら丸を押すと、ロックスタイリター撮影っていうのができます。数秒してからもう一回下十字キー長押しの丸を押すと、撮影を終了できます。セーブっていうのができます。これをやることで確実にセーブができると思います。ここまでいったら PS4 の操作は、ここで GTA のアプリを、閉じます。 PS メニューを押して、オプションボタンを押して、アプリケーションを閉じるを押して、これを完全にアプリケーションを閉じます。そしたら、ここで B の PS4 の画面ですね、ここの画面で待機していたので、ここで丸を押して、ログイン、同じアカウントにログインして、GTA を開始すると、この画面からスタートできますね。ここで、さっきの左側のキャラクターになってましたから、このままキャラクターを変えずに、このキャラクターでオンラインに入っていきます。ここで丸を押して、オンラインに入っていきますね。ここでやっぱり A と B の PS4 の照準の違いがずれていたりとか、あとは、照準アシストのセッションとかね、人がいっぱいいるセッションだと読み込みが遅くなったり、ロードが長くなったりしますね。だから自由照準がおすすめです。自由照準のアシストとか、自由照準っていう、状態でやった方がいいと思いますね。必ず A と B の PS4 を揃えるといいと思います。そしたらここで B の PS4 の操作は、お金が減っていないことを確認してください。1億ドル所持金がありますね。ここでやってほしいのは、ここから少しだけお金を減らす方法を取ってください。例えば所持品から弾薬で、弾薬を購入します。すると数百ドル、または数千ドル、お金を使うことになりますね。これをすることで、ロックスターのクラウドセーブデータにお金のデータが届きますね。だからその、バグを利用しますね。で、弾薬を購入したら、次にスタイル変更で画面右下に金色のくるくるを出してください。画面を右下に金色のくるくるを出していきます。これで画面右下に金色くるくる出ない人は、ここでもやっぱり無料エレジアレチ8などを買ってもいいと思いますね。ただデラックスを大量に買ったところには買わないでくださいね。次に B の操作画面は変わります。 A の PS4 でログインした状態になりますね。 A の方でログインをしたら、今度は招待限定セッションを開始します。 GTA アプリをつけて招待限定セッションを開始しますね。 A の PS4 でオンラインに入ったら、お金が減っていない状態を確認します。1億ドルある状態になってますね。ここでさっき大量に8000万ドル分買った車両がガレージにあれば OK ですね。では確認します。オフィスガレージの2ですね。ここにデラックスが大量にありますね。これで8000万ドル分の買い物を無料ですることができたということになりますね。さらにさらに、ここで確実に保存するためには、必ず車両を一度見に行ってください。見に行って全部届いているのを確認する。そしてスタイル変更、金色くるくるを出す、
さらにもっと確実にするためには下十字キーをしながら丸を押してロックスターエディターを撮影を開始、数秒後にもう一回下十字キーをしながら丸を押してセーブをする。これをやることで2段階のセーブになりますね。これはロックスターのクラウドセーブデータを利用したお金のセーブと車両のセーブの一致の違い、バグを利用して全て無料で買ってるようなことになります。予算内で車両を購入して後からお金が戻ってくるような仕組みですね。まあ意外と慣れると簡単なので、まあ数億ドルはつぎ込まなくてもとりあえず数台とかで試してみる価値ありますね。必ず PS4ID、それからパスワード、メールアドレスは注意事項などを守ってくださいね。最後に B の PS4 は必ず違うアカウントなどに切り替えて A と同じアカウントで入らないようにしてください。違う GT アプリなどを開けるといいと思いますね。こんな感じですね。よかったらやってみてくださいね。以上です。